皆さんこんにちは。今日はですね、こちら東京メトロ住吉駅に来ています。突然ですが皆さんにお伺いしたいんですが、皆さん東京メトロの今して新線の計画があるのをご存知でしょうか。実はですね、東京メトロには豊住線といいまして、こちら今ですね、住吉駅、半蔵門線の住吉駅から有楽町線の豊洲駅までのですね、新線の計画が一応出ています。まだ残念ながらですね、具体的な動きになってはいないんですけれども、そのね、新線があるということで、今回は住吉駅と豊洲駅でそのね、新線の後というかね、新線の準備をね、見ていこうということで動画をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。住吉駅の構造なんですが、住吉駅は縦に2段積んでいるという構造になっています。住吉駅から先ですね、押上方面が地下のですね、一番深いところ、そして1個上上がったところに渋谷中央林間方面のホームがあります。そして驚くべきことなんですが、実はこちら普通の列車はですね、片方の線路しか使いません。ですがこちらね、真ん中になんとね、列車が止まっていると。これ急行中央林間っていう行き先が入っているんですが、こちらね、もちろん乗客側こちら手前にいるので、見ればわかるんですが、扉のところにね、こうね、柵があって、とてもね、乗車できるような状況ではないということですね。そしてね、もう一つね、ここでね、お伝えしたいのが、この新線の後、今回のテーマは新線の準備ということなんですが、こちら今ね、架線が引いてあるのがわかるかと思うんですけれども、この奥ですよ、線路がここで終点になってるんですが、この奥にね、なんかね、こう壊せそうな壁があるの、皆さんわかりませんか。そう、これなんですよ。これが豊住線の、この先が豊住線ということに一応なってるんですね。ここから、先ね、列車進んでいって、東西線の東陽町方面を経由して、豊洲まで、約ですね、5.5 キロぐらいかな、の区間で計画をされているのが、このね、豊住線ということになっています。そしてですね、こちら、この、ですから今ですね、だからこの、将来、豊住線の一部になる、半蔵門線のホームということになっていて、将来ね、豊住線ができれば、こちらのホームから列車が登場するということになっています。で、現在ですね、この住吉駅のこちらのホームっていうのは、留置線で使われているということなんですね。住吉駅からは平日に2本、そして土休日には1本始発列車が来るということなんですが、平日のね、夕方の方で17時52分発の急行中央林間行き東急の車両で運転される車両なんですが、今回ね、住吉駅から出庫していくということになっています。そしてね、出港の前にね、点検をね、少ししている画像っていうのがありますので、そちらをね、ちょっとじゃあお届けをしたいなと思っております。今こちらでですね、ちょうどこちら住吉出庫のですね、列車快速、急行中央林間行きになるんですけれども、出庫点検をね、行ってるんですよね。前照灯をね、灯してみたりとか、ちょっとね、落としてみたりとかっていうことでね、今あちらでね、出庫点検をこちらで行っています。こちらのね、真ん中のホームから出発するのがこちらね、住吉発の列車ということで、こちらね、留置線を使っていくということになっています。時刻表なんですが、朝ね、5時57分と17時52分のところが当駅始発というふうに書いてあるんですよね。土休日は朝のね、6時13分のみが当駅始発ということになっています。すべてね、中央林間行きということなんですが、急行列車でね、当駅始発なのはこの1本ですね、平日1本ということになっています。こんな感じでね、フェンスがね、しっかりとしてあって、車内の方にはね、とてもじゃないけど入れないというような状況になっています。ただね、こちらもね、列車ね、待っているんですが、もうすでにね、こう中央林間行きということで、車内のね、案内というのはもう出ているということになっています。最初ね、僕が到着した時には、階層の幕で、こちらのね、 LCD 車内ディスプレイは何もついていなかったんですけれども、
もうね、5時40分ぐらいかなに点検が完了してからはこんな感じで流れているという状況になっています。こんな感じでですね、5時48分の長須田行きがいる段階ではまだこちらの留置線に列車は止まっているんですが、次のね52分がこれね、ちゃんとね当駅始発の文字が出ているということで、中央林間行きの列車がこちらのホームから発車するということになっています。ではね、こちらの列車の出庫の風景を皆さんにお見せしたいと思います。はい、信号が黄色になりました。そしてね、40キロというねマークが出ましたね。ずっとね赤の信号だったんですが、いよいよね出庫ということになります。はい、列車はね一旦こちらね、このホーム左手側のホームは渋谷方面なんですが、中央林間行きが渋谷とは逆のね押上方面に一回出ていくということですね。でね、もうすぐねブレーキをかけてるんですよね。止まりましたね。はい、そしてね入れ替え表示になりましたね。前照灯と、まあ、一応ね後ろのねランプがついているという感じに今なっています。はいはいはい、じゃあねホームに電車がやってきそうなのでそちらをね見たいと思います。でね、こちらにね当駅始発ということでねマークが出てですね、こちら52分の急行中央林間行きが登場したということですね。すごいですよね、このラッシュ時にねほとんど誰も乗ってないという列車はね半蔵門線の運用に入っていくということです。ではね一旦ねこちらでね住吉からは離れていきたいと思います。